メーネ人造湖。西から東方向に撮影している。メーネ勢は、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ベェストファーレン州アルンソベルク行政管区のゾースト軍に属す町村である。この町は北ドイツ定地から中引く山地のザウ・アーラントへの移行部に位置する。この町は、1969年にノルト・ベェストファーレン州の市町村新設に伴いアムと、 ケルベッケが廃止されたことで成立した。町名は1908年から1912年に造成されたメーネ川のメーネ人造湖に由来する。この湖は重要な観光地であり、現在はこの町の最も主要な経済因子となっている。メーネ前衛はゾースト郡の南部に位置する。北側の隣町がゾースト市である。町域はベストファーレンボンハールストラング。 北西のアルンスベルクの森のそれぞれ一部含んでいる。最大の地区は中央メーネ湖畔にあるケルベッケ地区である。メーネタールに位置するその他の地区としてはフェリングハウゼン、シュトックム、デレケ、ギュネ、ブリュニングゼンがある。メーネ川の北側にも数多くの村落が点在する。メーネ川の南側にあるのはヘイヘ川沿いのノイハウス地区だけである。町内の 最も大きな水域は中央部に位置するメーネコである。町内を東西にメーネ川が流れている。また、町内で2番目に大きな川であるヘイフェ川がアルンスベルクの森を通って東西に流れメーネコに注いでいる。メーネ川にもヘイフェ川にもアルンスベルクの森の短い小川が数多く流れ込んでいる。ハールシュトラングはリッペ川とルール川の分水海となっており、 ハールシュトラングの北側の川は、リッペ川に注ぎ込む。町域の北西角にあたるビルマー・グルントに、海抜148メートルの町内最低地点がある。ハールシュトラングは西側で、海抜264メートル、東側は、海抜301メートルまで上る。ついでメーネ川の谷の海抜178メートルから218メートルまで、急激に落ち込んでいる。 町内の最高地点は、町域南部のアルンソベルクの森に属す海抜413メートルのファンコプフと、海抜407メートルのフライエノーラー平営である。町域の面積は123平方キロメートルである。このうち46.0%が森林、34.6%が農業用、地、8.9%が水域、4.9%が 住宅地及び空き地4.2%が交通用地1.3%がレジャー用地である。1億3500万立方メートルの水を貯蔵するメーネタール関は長域面積の約9.0%を占める。メーネゼ英は北はゾースト、北東はバーとセンドルフ、南東はバールシュタイン、南はアルンスベルク、西はエンゼと境を接している。 隣接する最も大きな都市がゾーストとアルンスベルクである。ゾースト中心部までは約1 0トルの距離がある。近隣のパーダーボルーンまでは約5 5トルハーゲントドルトムントはそれぞれ6 0トルの距離にある。基本条例3アブス1によれば自治体としてのメーネデー町は14のゲマインデ別力からなる。人口は 2017年9月30日現在の数値である。それぞれの地区が地区代表をメーネゼー町議会議員に選出している。メーネゼー町は1969年7月1日にアムトケルベッケから形成された。この町に属す多くの集落は長い歴史を有している。古くから定住がなされていたのは町の北部のゾースと翌ヤに属す部分である。 ハールシュトラングも長い定住の歴史を有している。これに対して南部はアルンスベルクの森であり、定住者は今も昔もわずかである。メーネ川の谷は中世にはアルンスベルク伯領に属した。薄川、ケルベッケ近郊に霊園を設けた。ケルベッケには伯の裁判所が設けられた。この地域は1368年に他の伯領とともに、 ケルン選定公領となった。この地域は19世紀初めまでベストハーレン公領の一部となった。ケルベッケ協会区は15カ村で形成されていた。時折、ゾーストとケルン選定公との間で貴族問題が起こった。ケルベッケ裁判所は同時に公領の通常の地方行政機構の外にある行政機関でもあった。協会組織の上では、ゾースト氏と 緊密な関係にあった。ゾーストの聖パトロクリ修道院はケルベッケの司祭を任命する権利を有していた。ベルリング前にはフルダ修道院の所領があった。デレッケ村は1191年に初めて記録されている。ドリュッケルター礼拝堂は1150年に記録されている。ビュエッケ村は1210年からエーリングハウゼン修道院に属した。この修道院は エヒトロプにも所要を有していた。この集落はかなり古く800年頃に成立していたと考えられる。ケルベッケは987年に初めて文献に記録されている。ケルベッケの教区教会は18世紀に建設された。しかし、この教会は古い前史を有している。その教会塔は1150年頃に建設されたものである。 爆撃によって、メーネ人造湖のダムが破壊され、本流が下流域を襲った。現在の潮域の発展を決定づけたのは1908年から1912年に建設されたメンネタール税機である。第二次世界大戦時の1945年に爆撃で破壊されるまで、ヨーロッパ最大の石橋がケルベックへの町の中心から湖を越えて南岸にまで架けられていた。 この橋は1960年代に歩行者、専用橋に架け替えられた。メーネタールゼキのダム本体は、ギュネ地区にある。このダムは、長い後期を経て1913年7月12日に、完成したが、1943年5月に、イギリス空軍の反長爆弾によって破壊された。これがメーネの惨劇を引き起こした。早くも、同年10月には、 ダムの再建が開始された。集落は大部分が湖周辺に位置している。メーネタール関の建設以前には集落地の多くは川床にあった。ダム建設により多くの住民が移住を強いられた。およそ10年ごとに隻はメインテナンスのために完全に空にされる。この際に、例えばシュトックモの園庭付近では19世紀までの集落の基礎壁跡を見ることができる。 1969年の自治体新設以後、この町では特に観光促進を目的に、数多くのインフラ整備が行われた。メーネ税は、1969年6月24日のゾースト軍とベックム軍の一部の新設に関する法律に基づき、1969年7月1日にアムト・ケルベッケを構成していた以下の町村から、形成されたケルベッケは、 最も大きな地区であり、メーネゼーの調整機関の所在地である。メーネゼーの住民は、基本的には、キリスト教徒である。最も多いのが55、55%を占める、ローマイコールカトリック信者である。その教会組織は、イエズス・クリストス・メーネゼー教会区に集約されており、パーダーボルン市教区のヘルベーク主席主催区に属している。第二次世界大戦後まで、 プロテスタントの信者は圧倒的に少数派であった。現在は約26%がプロテスタント信者である。彼らはウェストファーレン福音主義教会ゾースト教会クライスに属している。住民の19%は他の宗教の信者または無宗教である。以下の表は各年12月31日の該当する超域におけるメンで税の人口である。 この町の人口は1995年に初めて1万人を超えた。数値は州のデータ管理統計局の研究地である。1975年から1985年までは推定値、1987年以降は1987年の人口調査結果に基づく算定値である。税の町役場税の議会は30議席で、 構成されている。2009年8月30日の町長選挙で、無所属のハンス・ディックが48.4%の票を獲得して町長に選出された。メーネ税は、1970年10月26日のアルンスベルク行政官区長官の文書により、以下に記述する旗を使用する権利を得た。ズンガラ、銀字と青字に波状に、上下に分割。上部は、橋が、 縁に接する黒十字。下部は銀の和紙。この紋章はアムトケルベッケが1959年から用いていたものである。和紙はかつてアルンスベルク伯領に属していたことを象徴しており、十字はケルン選定公すなわちベスファーレン公領に属していたことを示している。この町は上述の同じ文書で以下の旗を使用する権利も得た。上り旗は 長辺と平行に、青字と白字に、等幅に乗り分けられており、中央上部に、町の紋章が描かれている。通常の旗は、長辺と平行に、青字と白字に、等幅に乗り分けられており、中央に、町の紋章が描かれている。固定された演劇のステージは、この町にはない。ヘビングゼン地区に、大ハイウィンガー・ティータールーという名所の演劇クラブがある。 このクラブは1993年に発足した。練習は、セイフーベルトゥスヘビング前射撃兄弟団の射撃ホールで行われている。水と森の景観情報センターギュネの景観情報センターでは、メーネタールゼキアルンスベルクの森自然公園周辺の景観に関する情報を得ることができる。いわゆる体験スペースでは、研究や発見に借り立てられる。 谷の園庭の調整地近くにある修復された機械水車はメーネゼー水ともりの景観情報センター振興会 EV が NRW シュティフトゥングの式に援助を受けて展示用に再建したもので訪問者はメーネゼー地域の自然をじっくりと体感することができるドリュッケルタークンストシュテュッケンは町外でも有名である一部は礼拝堂一部は シュルテツード・リュッケル・テ農場のナヤで芸術家が創作した作品の傍らでクラシック音楽からジャズや世界の音楽のコンサートが開催される。このフェスティバルはベスト・ファーレンの小さなフェスティバルと名打たれている。この他に礼拝堂では定期的に室内楽コンサートが行われている。メーネゼーでは28件の建物やその他の保護文化財が文化財リストに掲載されている。 この他に4つの地質学文化財がある。メーネタール石製、マイノルフ城メーネタール税、キメーネ税の中心的建造物が1908年から1913年に建設されたダムである。このダムは貯水量1億3450万立方メートルで滑水器の調整に用いられている。教会と礼拝堂ケルベッケのパンクラティウス教,教会は ほぼ300年の歴史を持つ古い教会である。その芸術性高い内装、う度はベレッケのハインリッシュとユッティングによって創作された。ドリュッケルター礼拝堂はおそらく12世紀に建設された。この礼拝堂は周辺の教会や礼拝堂の長堂の平面図から設計された集中式建築として建築史上重要である。 100冊以上の書物で様々な理論が述べられ、この礼拝堂建築を理解しようと努めている。塔と橋穂文化財に指定されている砂岩製のビスマルク塔は1987年から高さ18メートルの展望塔として入場可能である。この塔はドイツで最後に完成したビスマルク塔の一つである。バーメルのカンツェル橋は建築学上の見どころである。 この橋は1913年10月に完成した。ボックムドルフスの民族的な議会の意向でこの橋は、ドイツ最古の石橋の一つであるドナウ川に架かるパッサウの石橋と同様の建築様式が用いられている。ケルベックの歩行者専用橋からメーネコを渡って、南に約1000メートル、関戸メコの南の高台に2014年き、 高さ42.5メートルのメーネ税塔が建設された。展望台からは、赤戸目湖とその周辺やメーネ税への頂域が一望できる。狩りの上管制、マイノルフ城のイハウスとデレッケとの間のヘーフェタールにある狩りの上管制、マイノルフ城は、1891年に、ハンブルクの銀行カドナー家によって、ビルヘルムスルーという名で建設された。その後、 ビルヘルムフォン・オペルの所有となった。1911年以降、増改築によりかなり拡張がなされた。その後、この建物は教会が所有した。現在の所有者はオランダの起業家である。2007年4月1日までに歴史的な空間が修復され、ホテル営業が開始された。ローモンはデレッケの南のレンベクにある。このローモンは、 1911年に、かつてのオペル領重園の入り口ゲートとして建設され、利用されていた。領重園へ入場するには直接この建物を通っていった。この楼門は現在レストランとして利用されている。メーネ税には、ケルベッケのメーネ下半、湖沿いのプロムナード沿いに公園がある。ここには吊り橋、大きな子供広場、ボート池がある。 アルンスベルクの森自然保護地区町域は、住宅地以外は、自然保護地区など、工事の保護指定がなされていない限りは、景観保護地区に指定されている。町内には、ヘイフェアーム及びヘイフェコ自然保護地区、メンネタール自然保護地区、アルンスベルクの森自然保護地区、モースフェルデ森林保護自然保護区、ビュエッケ演習場自然保護区がある。メーネコの南側と西側は、 これにつながった北岸のいくつかの部分を含め、アルンスベルクの森自然公園の一部である。メーネタール関は4000から6000羽の水鳥の休憩、越冬地として大変に重要であるため、EU のナチュラ2000保護地域プログラムに欧州鳥類保護地域として登録されている。多くの地区が欧州保護地域となっている。FFH 地域は多くの自然保と地域や その他の保護カテゴリーの土地を含んでいる。町内には法的に保護されたビオトープや自然文化財もある。いくつかの樹木、重要な樹木群や岩石が自然文化財に指定されている。ケルベッケからノイハウスへの遊歩道沿いのアルンスベルクの森にある大きなアリ塚、ホーアーシュトスもその一つである。特にダム周辺には多くの種類の水鳥が孵化のために飛来する。 カンムリカイツブリ、コブハクチョウ、マガモ、キンクロハジロ、バン、アオサギ、オオバン、カワセミ、キセキレイ、カワガラスなどである。他に、ナベコウ、アカトビ、ワタリガラスが町域内に住み着いている。かつては600ヘクタールの広さがあった精米のルフ、周辺のドナーの量重生息区域に、1893年に、初めて、アジアの鹿が放された。 その他の動物はこの地に造営された、オペル領重園に住んだ。1936年、領重園の柵が壊れていたため動物たちは、周囲の森に逃げ出した。遅くとも柵が解放された後には、ドイツの在来種でない動物がアルンスベルクの森全域に拡散した。1970年代、約1000頭の動物がいた。その後狩りによって、生息数は減少した。 冷戦の時代、リヒトロプにカナダ兵が駐在しており、1950年代に屋外にスケートリンクを作成した。ここでの最初のアイスホッケーの試合は1954年に行われた。その後、ここにアイススポーツホールが建設された。1970年代にカナダ軍は撤退したため、この施設はゾースト軍が引き継いだ。メーネ勢は、 ベストファーレン遊歩道及びザウアーラント森林ルートに面している。全長 480km の自転車道、カイザーイコールルートがメーネ勢を通っている。バウエルマルクトでは、市場の他に、ケルベックの商店で祝日に買い物ができ、工芸作品の展示が行われる。メーネコのパイクパーチがこの地域の名物食材である。祝いの席では、例えばベルクリンゼンのワインと合わせて食される。 レストランでは季節の食材としてメニューに載せている。ビップリング前産業パークメーネゼーは主に農業の町である。多くの地区がドイツで最も肥沃な農耕地の一つであるゾースと翌野に位置している。メーネコ自体は観光業が主体である。メーネコ北岸の地区は農家が主体ではあるが、エヒトロプやビップリング前の産業パークがある。 この他に、いくつかの産業地域に重要な企業が立地している。エヒトロプのメーネゼー産業パークに本社を置いていたコンピューターの製造、販売チェーンのアテルコ社は2016年に倒産した。2015年6月30日現在、この町に2531人の社会保険支払い義務のある労働者がいる。このうち811人が製造業、 643人が商業及び、交通、運輸業、1024人が、その他のサービス業に従事している。メーネ税には、アウトバーン A44 号線が通っており、ゾースとインターチェンジで、連邦道、B229 号線に接続している。さらに、B229 号線は、B516 号線と交差している。こうした、 交通工学上の接続の良さは、この町の主要経済因子である観光業にとって重要である。観光によって、交通量が増える一方で、負の要素を生じさせた。メーネゼーは、人口あたりの交通事故件数が、ゾースト軍の市町村中最多、アルンスベルク行政管区の全83市町村中3くらいの多さであった。2007年で、 人口1万人あたり67件であった。ケルベッケの出典通りの速度制限が時速 30km とされた後、2008年の初夏に町の中心部の一般的な交通量緩和に関して議論がなされた。2004年までメーネゼーにはエヒトロプ近郊のハール高地にドイツ連邦軍の駐屯地が2カ所あった。これらは1970年代にイギリス占領軍と カナダ軍から引き継いだものである。2005年8月現在この土地は空き地となっており、用途は決まっていない。ケルベッケの南端に200ベッド以上の大きなユースホステルがある。2008年5月からこのユースホステルはセミナーハウス、ヨーゼフヨースハウスとして利用されている。メーネゼーではゾーストアンツァイガーが観光されており、ローカルニュースをインターネットでも配信している。 ローカルニュースはメディアグループダーウェイソンのニュースポータルで閲覧することもできる。WDR テレビは人間スタジオからメーネゼーに放送を行っている。メーネゼーには基礎家庭学校連合がある。この基礎家庭学校連合はケルベッケ地区のパンクラティウス州例、フェリングハウゼン地区のハイトベルク州例、ギュネ地区の西安州例で,で構成されている。 ケルベッケにはさらにゼクンダーシューレのメーネゼーシューレがある。ゾースト市民大学はメーネゼーに文献を有している。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。